ーの倉橋俊幸です。今日はね、前回前々回の続き5ストロークロール、まあ題名としては5ストロークその2となってますけど、前回やりましたね、マーチの曲ね、いろんなテンポでやりました。80と100と120、130、4つやったのかな。まあ120、130は今の段階ではちょっと早すぎると思うんですけど、まあ最低でも80ぐらいで、メトロノーム使ってやってみても、やってみてくださいという話でした。なんですけど、なかなか最初からそこまでいかないと思うんですね。なので今日はね、練習の仕方ですね。まあ前回やったね、曲はこれなんですけどここに自画自賛って書いてありますけど、まあシンプルで要点がつかめる内容になってるっていうのは、シンプルにしないとね、これが右左右左なんだっていうのが分かんなくなっちゃうので、ね、前回も言いましたけどね、そういう風にするためにこれは結構シンプルな形になってます、ね、だこういうのから譜面に慣れていくっていうのもありなので、こういう風にやっていきましょうってことなんですね。でもやっぱりそれでも難しい、やっぱり100以上ぐらいにならないと本当のこの曲の言わんとしてるところ、まあ横行っちゃえば120なんですけど、言わんとしてるところっていうのがね、伝わらないんですよね。こういうマーチの曲はね、特にそうなんですけど、結構なテンポでやらないとその真意はわからないっていうことなんですけど、今日はね、その今のソロナンバーワンってやってますけど、オールアメリカンドラマでは17番とかね、のがそういうの感じなんですけど、まあいっぱいあるんですけどね。でそれの準備としてこういうような、ね、まあ、切り取ったやつですね、切り取ったやつをこう練習していくという、切り取って練習するんだって方ですね。まずはこれは3連符っていう4分の4拍子で言えばですけどね、まあ、3連符じゃないですよ、3は書かないですからね。要するにこの 1,2,3,4,5,6 というのが元になってるよっていう練習をこうしていきます、ね、で左足をちゃんと入れていきましょうと。なので1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 みたいな感じですね。こんな感じでダブルストローク、右からも左からも入れるようにという練習をしましょうということですね。でタイミング的なね話だと、これも前々回か前回に言いましたけど、初級の方でね3連符の練習、こういう練習をしてると思うんです。ワン、ツー、スリー、これを4分の4拍子ね、ワン、ツー、スリー、3連符こういうのね。でこののスネアの部分を全部ダブルストローク、こんな感じで交互にやるとタイミング的に取りやすいんですね。でそういう練習をしましょうというのがこの2段目で、3つ目はこれが大事なんですけど、オープンロールとクローズドロール。オープンロール何発叩いてるか分かるやつ、クローズドロール、ね、プレスロールですね。それを同じストローク、これ両方とも10ストロークです、ね、同じストロークを守って練習する、ね、こんな感じです。1,2,3,4,5 これがねオープンで、これがクローズド、それを交互にやる。ね、こんな感じ、こんな感じで練習しようということです。あとはちょっとこういう感じですね。真ん中だけがダブルストロークで、両端にこれアクセントがついてると、これこことここの間がフルストロークなんですね。なので結構きついんですね。ここもそうですね。なのでちょっときついので練習しようと思います。
ね、こういう感じですね。こうやってピックアップしてちょこっとやっていくってことですね。そう、まあ一部分だけを切り抜いて練習したり、1小節を切り抜いて練習したり、2小節を切り抜いて、ね、で3小節切り抜くっていうのはダメなんです。3小節で練習するっていうのはあまりよろしくないんですね。あの4小節単位偶数 2小節、1小節か2小節、それか4小節8小節とか、そういうふうにして切り抜いてくださいね。さてさてさて、すごいこと書いてありますね。毎回毎回こんなことは説明してきません。徐々に分かっていくことなので、逆に自分で考えて気づいていかないとあまり意味のないものかもしれない。これはこういうのってよくありますよね。こういうあの音楽の先生とかに習いに行くとするじゃないですか。で、手としてあつし取り丁寧に教えるっていうのは非常にいいことのように思いますよね。でもそれだとね、いや結果的にあまりよろしくないんですよ。その人はあまり考えなくなっちゃうんですよ。それはね、なんというか先生としてはどうかなっていう感じなんですよね。まあその辺難しいところですけどね。まあそういうことですね、この辺はね。まあこういろいろ書いてありますけどね。まあ、ちょっと読んでみてください。これね、ブログがこう書いてあるので、これ昔のブログなんですけど、読んでみてください。で、昔のね、あの動画もあるので、それも見てみてください、ね、こんなところを気をつけてるよっていう感じですかね。そう、ここなんてね、アクセント結構みんな入っちゃいますね、この左手ね。これなんかはこれなんかちょっと慣れないと難しいかもしれないですけど、ここは10ストロークですね。で、ここが6ストロークと思うと結構楽に叩きます。10ストローク、6ストローク、ね、まあこれもはっきり言って10ストローク のバリエーションにはこういうのあるんですけどね。前と後ろをこうしただけなんですから、これまあそういうバリエーションですね。これはまたがってる、小節をまたがってる10ストロークですね。まあこんなようなことが書いてあります。テンポでは100、その2ではテンポ130でやってみますがって書いてありますけど、これ前回やった130でちょっとやってみましたっていう話ですね。で、そう、130で叩けなければ中級じゃないのかっていうふうに思う方もいるかもしれないですけど、そんなことはないです。130で叩くのは結構大変なんで、中級レベルじゃやっぱりちょっとね、大変だと思われます。はい、今確認しましたけど、あ、こんだけですね、これ、今回は。今回は短いですね。なんか途中で切れちゃったのかなと思ったら、あれですね。なのでさっき言ってたね、130でやりましょうとか、やりましょうとは書いてないんですけど、130でやったのは中級レベルじゃありませんよっていうのはね、最初に貼っときましょうね。どのぐらいのテンポかって、結構早いですね。で、まあこんなことをやりつつこう練習してて、次回はちょっと応用して、ちょっとこれじゃ物足んないよって人もいるんですね。まあ130で物足んないってことはないだろうとは思いますけど、テンポはもっともっと早い方がいいよっていうことは、まあ、可能ですけどね。ないとは思われるので、ちょっとフレーズをね、書いたやつがあるので、それを次回はやりたいと思います。5ストロークロール。で、5ストロークロールね、ブラシでよく使ってやってください。例えばですね、こう、普通にこう、ね、スイングのこう形で、ワン、ツー、スキャン連符をね、ワン、ティッタ、ツー、ティッタ、スー、ティッタ、フォー、ティッタ、ワンと、後ろにアクセントがある3連符を、こう、よく使うと思うんですね。よいしょ。
こういう感じでやると思うんですね。それを、5ストロークローにしてやってください。でこんな感じで、こんな感じで使ってあげると非常にジャズっぽくなります。で、厳密なタカタカタッ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 ターンっていうのでもいいんですけど、ちょっとなまらせて5連符気味にタカタカタ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 ターンっていう風に使ってあげるとなおいいです。まあケースバイケースです。ワンツースリね、今のだと5連符っぽい感じですよね。こんな感じで、やってみてください。あとはこの曲もね、マーチですけど、マーチ、うん、まあ一応マーチにしておきましょうか。ブラシで練習するのも非常にいいです。ちょっとやってみますと、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、こんな感じですね。ちょっとゆっくりめにやりましたけど、プレスロール。プレスロールはね、これでプレスロールにならないんですよ。ね。ならないので、今みたいなオープンな感じでいいです。ね。まあ他にやりようはあるんですけど、それだともうちょっと難しくなってくるので、やりようがあるとこう。ね。スイープを使うわけですけど。まあそれはちょっと特殊なことになってくるので、まあそれよりもオープンでこうやって、でテンポも今ぐらいで落としてもらって構いません。でアクセントをねちゃんとはっきり入れるね、こういう感じではっきりと入れるっていう風なのを意識してやっていくといいと思います。ダブルストロークなんかね、結構みんなこういう風になりがちですかね。ね、ダブルストロークだけでもブラシは難しいので、こうやって練習してみてください。はい、今日はここまでですね。あ、これでも14分あるの。あ、結構長いんだね。14分ないか、12分か、これちょっと見えない。はい、ありがとうございます。次回はちょっと難しいバージョンやります。はい、それで5ストロークロールは一応終わりです。はい、ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。